すする TV。 ゼレゼレどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、個人的にめっちゃ好きな二郎系ラーメン店はこちらです。ドン。 JR 吉祥寺駅から徒歩15分くらいのところにあります成形前ラーメンさんにお邪魔してます。すする TV ではなんやかんや4回目の訪問となりました。こちらのお店には結構深い歴史がありまして、そのことに関しても動画のラストで触れられたらと思います。年末に向けて新店だけではなく自分の好きなねお店をリピートしていくのも大事なんじゃないかということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ成形前ラーメンさん、食券制です。今回はラーメンを大盛り、さらに日によって味の変わるスペシャル生卵、そして豚1枚追加とうずらの卵を2回プッシュ。さらにこの日限定コールの背脂カレーと通常コールのニンニク油もお願いしました。久しぶりの成形前ラーメン、ワクワクするなと思いながら待ってるぞ。こちらが成形前ラーメンさんのラーメン大盛り、各種トッピング&コールです。うひょーい。この日は炙りデートのことで豚やチーズや背脂を炙ってくれました。スペシャル生卵はカルボナーラ味だぞってことでいただきます。さあまずは油とともに野菜のほーん。油自体が非常に上質で重みもなく味しみもバッチリな美味しいやつ。カレー背脂もガンダーラな風味をもたらしてくれて、初手から感動するほどのうまさです。さあまだまだパクパクと食べ進めていきますが、ここらででっかい豚にかぶりつきましょう。フォホーン。前回訪問した時は小ぶりでそちらも好きでしたが、大きな豚に変化しており、中まで柔らかい、しっかり味のする美味しい豚。こちらの脂身も嫌な感じは一切なく、がっつり本能的に食らいます。ではまだまだ豚を食らいまくって愉悦に浸っていると、いよいよ極太麺とご対面。とにもかくにもせーのですする。ならーい。前回すすった時よりも乳化度がアップしていて、スープに油が回っている、ヘビーで食べ応えのあるものに、それでいて醤油もバキンと強めに効いていて、バランスの取れた美味しいスープに進化しています。さあ麺もやはりうまく、小麦の風味が強め、かつ茹で時間がすごくちょうどいいので、プリッとした食感にアルデンテな噛み応え。この絶妙な茹で加減には思わず脱毛です。ではそろそろスペシャル生卵に手を出していきましょう。カルボナーラ味とは一体どんなものか、すすってみましょう。おはーん。塩分強めのかなりパンチのある味わいで、太麺にこれが絡むと相当ヘビー、ガキーンと一発で目が覚めます。てな感じで箸休め的に可愛いうずらもポンポン食らいつつ、どんどんスペシャル生卵も駆使して、がっつりとでっかい豚の柔らかさも再確認していきます。そして終盤には卓上調味料のカレー山椒を投入すれば、しびれガンダーラ効果によって大進撃。大盛りしたにもかかわらずペロリと平らげて、本日も完食です。大変美味しくすれました。以前から進化した部分に感心しっぱなしの一杯でした。それではごっそり。はい、ごちそうさまでした。いやー、成形前ラーメンさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。前に食べた時よりも乳化度がアップしていて、スープにしっかりと油が回っていて、すごく食べ応えのあるヘビーな一杯になってました。乳化してはいるんですけど、醤油もバキンと効いていて、ヘビーなバランスが取れていて、すごく美味しかったです。上に乗っている背脂もすごく美味しくて、油の質がいいんだろうなと思って、ちょっと店主さんに聞いてみたところ、やはりそうらしくて、ブランド豚の背脂を使っているとのことでした。ほろりと口の中でとろけつつ重さを感じさせない、とっても美味しい背脂でしたね。麺も以前と比べて少し変わっていて、風味が強めで荒々しくも、茹で加減は少し柔らかくて、すごくちょうど茹で加減でした。乳化スープにこういった麺を合わせるのはちょっと珍しいかなとも思ったんですけど、茹で加減がとにかく良かったので、とっても美味しくすすれましたね。他にもね、もう伝えきれないぐらい進化している部分がいろいろとあって、私すするもね、まだまだ進化しないとなと考えさせてくれる一杯でした。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、成形前ラーメンさん、思い出がいっぱいや、うまい。読み込み中です。ズルズル、どうもすするです。本日の動画で取り上げた成形前ラーメンさん、過去にも何度か訪問しており、数ある二郎系ラーメン、二郎インスパイア系ラーメンの中でもかなり自分の中ではお気に入りのお店なんですね。
昔からすする TV を見てくださってるって方はもしかしたら聞いたことがあるかもしれないんですけど、成形前ラーメンさんって実はかなり歴史のあるお店だということを皆さんに知ってもらいたいなと思い、自分なりにまとめてみたので解説していきたいと思います。今では成形前ラーメンとなったこの場所は、もともとラーメン生郎というお店でした。このラーメン生郎というお店の元をさらに辿っていくと、こちらラーメン二郎吉祥寺店だったんですね。このラーメン二郎吉祥寺店はラーメン二郎初の支店となります。このラーメン二郎吉祥寺店の看板にこんな風に落書きがいろいろされていったんですね。こうラブ麺になったりとか、こうさらに付け出してラブ麺生郎になったりとか、まあこういった落書きもあって、一度はしっかりとこのラーメン二郎っていう看板に戻したんですけど、またこのように、二郎のこの二という字が生に落書きされてしまって、もうこのままでいいや、諦めようってなったところから始まったのがこのラーメン生郎という店なんですよ。このラーメン生郎さんは5年くらい前までは営業していたんですけど、その頃になると結構やっぱ看板の劣化もすごく激しくなっちゃってて、僕はこの生郎って書いていた看板を生で見ることは結局なかったです。インターネット上で画像検索とかしてもらえるとこの画像が多分出てくると思うんで、興味ある方はぜひ調べてみてください。そんな生郎の店主さんが高齢のため生郎を閉めることになりまして、そのお店が閉まった時も結構インターネット上では話題になってたんですけど、その閉まった、お店が閉まった跡地にできたのがこの成形前ラーメンさんってことなんですね。この成形前ラーメンって名前もなんかすごくスタイリッシュでいいなと思います。なんか何のラーメンを出すのかわからないけど、蓋開けてみたらこう二郎系みたいな、すごいなんかスタイリッシュでかっこいい名前ですよね。こちら成形前ラーメンさんはオープン当初から生ローインスパイアのメニューを提供していたりと、結構こちらもやっぱインターネット上で話題になってまして、もう今はやめちゃったんですけど、フューチャリング生ローというメニューがあって、このフューチャリング生ローっていうメニューは結構昔からの生ローファンからも好評だったらしいですね。普通はラーメン作るときってちょっとお湯を入れたりして丼を温めて作るんですけど、あえて丼を温めずにぬるく作ったりと、細かいところまで生ローらしさをこうしっかりと受け継いだ一杯だったみたいです。僕はラーメン生ローの方は食べたことがないので本家の味はわからないんですけど、フューチャリング生ローは一応食べたことがありまして、めっちゃ美味しかったです。それとあと無料トッピングに唐辛子があるっていうのも生ローリスペクトなポイントだなと思います。唐辛子を注文すると丼一面にこうバーっとね赤い唐辛子がかけられて、結構刺激的な美味しさなんで、まあ、辛いもの好きな人はねぜひ唐辛子トッピングもありなんじゃないかなとか思いますね。他にも独創的なメニューとかありまして、旧ラーメン二郎神奈川新代田店の味を再現した代田クラシックというメニューもあったりして、今ではもう食べられないメニューですから、もう当時の味を知るファンからはね、すごくたまらない限定メニューでもあったと思いますね。うん。逆にその当時を知らない僕みたいな年代の人からしたら、そういったなんか昔ながらの古いメニューこそ新しく感じられるみたいなところもあって、僕なんか過去と現代がこうクロスするね、そういうなんか貴重な瞬間を与えてくれるお店だなと僕はすごく思います。今回、すするが久しぶりに食べた成形前ラーメンさんのラーメンは、以前食べた時とはまた違ったベクトルの方向に向いていて、油の回った乳化系のすごいパワータイプなラーメンになってました。店主さん曰く学生のお客さんが多いらしくて、そういった学生のお客さんのニーズに合わせてだんだん徐々にこうスープとかを変えていったとのことでしたね。やっぱ時代とか、あとお客さんに合わせてね、この生ローの DNA を組む成形前ラーメンさんもどんどん変わっていくんだなと思って、これからのやっぱ成形前ラーメンさんにも目が離せないなと感じましたね。もし本日の僕の動画を見て成形前ラーメンさんに行ってみたいと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひ自分で美味しく食べられるよって思う麺料、そしてトッピングをチョイスして、もう本能のままにね食べてほしいなと思います。成形前ラーメンさんは券売機にその少なめの麺料を選べるようになってるんで、胃袋にちょっと自信がないなってことは、もう少なめとか半分とかね食べるのがすごくちょうどいいと思います、本当に。うん。そんなわけでね、今回の動画を見て成形前ラーメンさんに行きたいと思った方は、もうほんと少しでもいいんでね、こうなんか歴史を感じつつ食べていただけたりするとね、まあより、まあ雰囲気も込みなんですけど、より美味しく食べられるんじゃないかと思いますので、ぜひ少しでも歴史を感じつつ美味しくラーメンをすすっていただければと思います。ごそれ